フランスの低家賃住宅1フランスの低家賃住宅の72%は平均して20世帯の小さな建物である。フランスの低家賃住宅2フランスの低家賃住宅3低家賃住宅はフランス、スイス、アルジェリア、セネガル、カナダのケベック地方において HLM としてよく知られており低家賃住宅機構により運営されている。公営も私営も 部分的か、直接的か、間接的な公的融資の恩恵を受けている。低家賃住宅機構に運営されている住宅で、公営にしろ市営にしろ、部分的な公的融資を受けている。この大衆住宅は、まず免税により、一般的な価格の住宅整備を促した、停電住宅を生んだ1984年11月30日のシーグフリード法に準拠している。 1945年、厚生省から都市再建省へと連価住宅の管轄が移り、そして低家賃住宅が生まれた。フランスでは多くの低家賃住宅の建設が都市再開発全国協会の計画の中で進められた。2000年末のフランスでは430万の家庭が低家賃住宅に入っていた。その三分の一近くが1985年後に、 建てられた。低家賃住宅の質は、HLM という言葉に軽蔑的な意味が結びつく、ことに現れている。入居者に、外国からの移民や、不安定労働者、長期失業者、社会福祉サービスの受給者などが多い。その動態は、景況や社会情勢に応じて流動的であり、社会病理の指標とされている。また、維持管理は最低限に抑えられがちなため、 割れ窓や落書きなど、近隣との不和や道徳的荒廃を示す現象が生じやすい。恵まれない人々が住む荒廃した団地というネガティブなイメージから、外部の社会からゲットというスティグマが与えられる HLM もある。1994年、約50人の実業家や政治家が起こした市場割り当てについての増収愛罪で知られたパリの低圧賃住宅事件がある。 ありがとうございます。